しています。広告の運用の方法よりもこっちかなというふうに思います。で、海外事業希望の方、ミドルエンドの作り方ですね、ミドルエンド必要でしょうかというような声なんですけど、まああのバックエンド、フロントエンドって有名ですよね。ミドルエンドとはその間ですね、で、まあまあ、最低ですね、その情報発信の中でフロントとバックがあればいいのかなと僕は個人的には思ってるんですけども、まあ、ミドルをですね作る余裕のある人は一ついいのかなというふうに思うんですが、まあ、なかなかですね一つのサービス作ってもですねずっとそれをそのまま何年もっていうことはもうそもそも今できないですよね。なので定期的に変えると思ったらですねシンプルにしていくのがいいのかなと個人的には思います。まあ、コースを作る場合もですね本当にあなたが力を入れて売りたいもので何年もですね今後もあの改善を続けていくんだぞと、そういう意気込みのある商品だったら3コースとかですね、例えばフロントバックミドルっていうのも用意するのもいいと思うんですけども、